ニッコロズッキ、ニッコロズッキは、イタリアのイエズス会員であり、天文学者である。反射望遠鏡政策のパイオニアである、パルマに生まれる。パルマで自然科学と神学を学ぶ。1602年、イエズス会の会員となる。ローマ学院の数学と科学の教授となった、ヨハネス・ケプラに会ったことにより、天文学に興味を持ち、 1616 16年最初の応面鏡と接眼レンズからなる反射望遠鏡を製作した。反射望遠鏡を使って1630年に木星の島模様を1640年に火星の模様を観測した。1652年から出版された著書オプティカ・フィロソフィア・エクスペリメンタリス・イラジオネーファンダメンティス・コンスティチュートは後に望遠鏡を製作した。 ジェームズ・グレゴリーやアイザック・ニュートンに影響を与えた。天文学以外の分野でも、林行の発行機構の分野で功績があった。アリストテレスの自然は真空を嫌うの立場に立ち、同時代のトリチェリの真空の実験結果に否定的な立場を取った。月のズッキウスクレーターは、ズッキの名を記念して命名された。ありがとうございます。